こんにちは、ビハイニア株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラクジョブ運営しているんですけれども、どこの会社さんにですね、人が求められる場合にも、やはり求められるものというのがですね、ある程度共通しております。まさに何かというとですね、やっぱり圧倒的なインプットの量だという話で、これ何かと言いますと、やはりですね、自分が何かを生み出していくにあたって、それやっぱり自分の中にあるものが、源泉にしかならないわけですけれども、それがですね、何かって言ったら、その元となるのがやっぱり圧倒的なインプットによってですね、自分の中に蓄えられたもの、それが、アイデアとして出てくる、そういった話をですね、よく聞きます。例えばですね、男性の人が、乙女ゲームそうですね、乙女ゲーム作ろうというようなことを考えた時にはですね、その時市場に出ている乙女ゲーム、人気のものは全部、当たってですね、さらには市場に出ている、少女漫画なども全部買ってぐらいの、それぐらいのですね、勢いがある人でないと、そのプロジェクトを、先頭に立って やっていくっていうのは、実際難しいっていう話を聞きました。それぐらいのですね、気概がある方がいらっしゃるようでしたら、どのような職場でもですね、活躍できると思いますので、そういった意味ではですね、やはり、好きかどうか、この一つがですね、行動にどれだけ移るかどうかっていうのと、密接に関わっているんだなっていうところもありますので、そういったですね、好きであるから大量にインプットもあるというような、方はですね、やはりゲーム業界、アニメ業界、漫画業界に向いているのかなと思いました。なのでもしですね、今後そういった、業界で働きたいという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひとも参考にしてみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。